この動画では Blender の無料アドオン Ucupaint について解説します。Ucupaint とは Blender のテクスチャーをレイヤー管理しながらテクスチャーペイントできるアドオンです。ペイントする際に1枚のテクスチャーに全ての色を書き込んでいくと後で修正することが困難になります。そこで今回紹介する Ucupaint を使用して複数のレイヤーを作ることで後からテクスチャーを修正したり管理することが楽になります。それでは使用方法を解説していきます。まず概要欄にリンクを貼っているのでそちらから ZIP ファイルをダウンロードしてください。Ucupaint の導入方法は通常のアドオンと同じようにプリファレンス、アドオン、インストールからダウンロードした ZIP ファイルを選択してアクティブにします。まず最初に Viewport Shading を Material Preview に変更しておきましょう。Add Mesh から Monkey を追加します。Subdivision Surface を追加してレベルを2にしておきます。右クリックからシェードスムースを適用してアプライします。なお、ペイントしたいオブジェクトは UV 展開されている必要があります。キーボードの N キーを押して Ucupaint のタブをクリックして、Quick Ucupaint Node Setup を押します。すると、ポップアップが出てくるので、今回はこのまま OK を押します。そうすると、チャンネルとレイヤーが表示されました。まずチャンネルを見ていきたいと思います。チャンネルはレイヤーが載る前のオブジェクトの基本的な情報を表します。シェーディングワークスペースに移動してマテリアルを見てみると Ucupaint のノードグループが追加されています。各チャンネルはこのグループのインプットに対応していてそのインプットと各レイヤーを合わせた情報がシェーダーノードに渡されるようになっています。プラスアイコンから新しいチャンネルを作ることもできます。こちらの Connect to に対して接続したいシェーダーのソケットを選びます。そうすると新しくチャンネルが作成され自由に編集することができます。レイヤーのプラスボタンをクリックするとポップアップが出てきます。様々なレイヤータイプがありますが、軽く見ていくと画像を頂点カラー、単色、プロシージャルテクスチャー、ベイクなど様々なレイヤータイプからレイヤーを作成できます。今回は New Image をクリックして新しい画像でレイヤーを作成します。名前をスキンに変更して、チャンネルがカラーになっていることを確認して OK を押します。すると、スキンレイヤーが作成されました。テクスチャーペイントモードに移り、好きな色で塗ることができます。ここでレイヤーの情報を見ていきましょう。レイヤーの下に、いくつかのアイコンが表示されています。アイコンの横に小さな三角形が表示されている場合は、追加のメニューを展開または折りたたむことができます。こちらの画像のアイコンをクリックしていくと、レイヤーに割り当てられた画像の情報が表示されます。こちらのチャンネルには、現在のレイヤーが影響を与えるチャンネルが表示されています。右側にある丸3つのアイコンをクリックすると、マテリアルで使われているすべてのチャンネルを表示することができます。このレイヤーがどのチャンネルに影響するかを右側のチェックボックスで決めることができ、それぞれブレンドタイプと影響度を変更することができます。こちらのオーバーライドをアクティブにすると、レイヤーの情報に関係なく各チャンネルに対して値を上書きすることができます。続いて、レイヤーのプラスアイコンをクリックし、ソリッドカラーを選択します。適当な色を選んで、OK をクリックします。すると、全体が選んだ色で塗りつぶされました。今回はマスクを使用して、鼻の部分にのみ色が塗られるようにしたいと思います。こちらのマスクの右側にあるプラスボタンをクリックすると、いろいろなタイプのマスクを選択できますが、ここでは New Image マスクを選択します。カラーをブラックにして OK を押します。こちらに2つのアイコンが並んでいますが、マスクの方が選択されていることを確認して、白のブラシでオブジェクトを塗っていきます。すると、ブラシで塗られた部分だけ、現在のレイヤーの色が表示されました。プレビューモードをクリックすると、現在のレイヤーの情報のみ確認することができます。こちらのレイヤープレビューモードタイプを、スペシフィックマスクオーバーライドに設定すると、マスクの情報のみを確認できます。マスクは白の部分を表示。黒の部分を非表示にできるので、白で塗られた鼻の部分のみ、現在のレイヤーが表示されています。続いて、目を塗っていこうと思うので、レイヤーのプラスボタンから、New Image を選択して、名前を I に変更して、OK を押します。今回は選択した頂点に対してのみ色を塗りたいと思うので、編集モードに移動し、目の上にカーソルを置き、L キーでリンク選択をします。テクスチャーペイントモードに戻り、こちらのペイントマスクをアクティブにします。この状態で塗りつぶすと、選択されている頂点の部分のみ塗りつぶすことができます。続いて、眉毛の部分を塗るために、レイヤーのプラスボタンからニューイメージを選択し、名前をアイブロウにして OK を押します。ブラシで色を塗っていきますが、はみ出た部分などは、こちらのトグルイレイサーボタンをクリックすることによって、ブラシのブレンディングモードがベースアルファになるので、塗った部分を消していくことができます。もう一度クリックすると、元のブラシのブレンディングモードに戻ります。レイヤーに対して後から変更を加えたい場合は、こちらの歯車ボタンをクリックして、モディファイアを追加することができます。今回は Hue Saturation を追加して色を変更します。続いて、レイヤータイプのベイクについて見ていこうと思います。レイヤーのプラスボタンからAmbient Occlusionをクリックします。今回はベイクデバイスを GPU に設定して OK を押します。ベイクは PC の性能によっては時間がかかることがあります。これでベイクの結果がレイヤーへ適用されました。もし、ベイクの結果が気に入らなかった場合は、こちらの画像のアイコンから、リベイクのボタンを押すことで、設定を変更してやり直すこともできます。最後に、プロシージャルなテクスチャーのレイヤーについて見ていきます。レイヤーのプラスボタンから、ボロノイを選択して、今回はチャンネルをノーマルに設定して OK を押します。すると、作成したテクスチャーをノーマルマップに適用するレイヤーが作成されました。プロシージャルテクスチャーの値は、後から自由に変更することができます。ちなみに、レイヤーの右のボタンから、レイヤーの順序を変更したり、統合、複製、画像を外部に保存なども可能です。以上、Ucupaint の解説でした。高機能なのに無料で使えるのはありがたいですね。